都内にある最も古い石橋、時和橋は現在解体修理中です。その工事現場で7月1日と2日、一般向けの見学会が催されました。工事中に見つかった江戸時代の橋の土台部分や石垣などの歴史的な遺産に触れて、見学した皆さんは先人の技術の高さに感心していました。7月2日、輝きプラザ5階のテラスで変わり種かき氷サロンが催されました。これは多世代交流イベントとして行われたもので、いちごやメロンなど定番のかき氷からフルーツトマトのような変わり種まで、12種類のかき氷がなんと食べ放題。子供からお年寄りまで幅広い世代が多彩な味を楽しみました。7月5日、共立女子大学で浴衣のショーが開催されました。化成学部被服学科の学生さんが繊維商社から提供された反物で浴衣を作り、自らモデルとなってご披露。浴衣のデザインには神田明神で学んだ伝統文化が生かされています。観客の皆さんは学生さんたちの斬新なセンスに圧倒されていました。7月14日と15日、神田秋田湯沢七夕江灯籠祭りが神田西口商店街で催されました。伝統芸能の実演や特産品の販売もあり、神田が丸ごと秋田湯沢に。20基以上の江灯籠による幻想的なイリュージョンが商店街を素敵に彩りました。第1回東京大回廊写真コンテスト締め切り迫る。千代田区の魅力を捉えた自信の1枚を千代田区観光協会へ。8月31日までですよ。